ぞ。竜が如く最新作の港区系女子オーディションにダークホースが出馬。に対するみんなの反応。ビッグダディの元妻美奈子、また竜が如く出るんか。ミリって子可愛いやん。すごくベリッシモ。一人くらいこういうのいてもいい。親密になればバトル中乱入してきそう。港区系ママデリヘル枠やん。デリバリー召喚獣枠やろ。くさ。時代みたいな服。名古屋市港区やろ。大阪市港区かも。なんだよこの服。どこの港区やねん。もう佐瀬川朝倉みたいに話題だけで起用するのやめろよ。ゲーム全体の質に関わんだよ。言うてやれ言うてやれ。こんなんやる金あるならプロのシナリオライター雇えと思うわ。デートとかひどすぎる。お前の言う通りだ横山。俺はシナリオ書けるんだが激おこ書けてない天気病の女役やん。旅行にいそう。手かよくいる。小島美子ちゃん選ばれてほしい。そのために AV 女優になったとか言ってるし。Okay. I say we make a cameo appearance. Just drop in on the night. 優雅ごとくないんてもうでんの。横山脚本って最初だけはいいけど最後あたりクソ展開連発してきてなえるよな。お前みたいに才能のない坊主はやめた方がいいんじゃねえのか。優雅ごとくってどのぐらいの評価なん。やったことないわ。これ、エイトのキリュウのエンディングドラマはよかったやろ。まあ、キリュウの話自体大伝でやれって感じでいらなかったんやけど。名越おらんようになってつまらなくなってないか。名越って有能なんか。一旦キムタクがごとく出して休めよ。エイトひどかったわ。お前のこと助けてやるなよ。